FM ニュース、美しい日本を作ろう、株式会社クボタがお送りします。サッカーのダイナスティーカップは今日、香港スタジアムで日本対韓国などの試合が行われ、日本は1対1で韓国と引き分けました。後半に入った直後、日本は黒崎が蹴り込んで先制しましたが、21分に同点に追いつかれ、41分には PK のチャンスをつかみましたが、柱谷がこれを決められず結局引き分けました。今年限りで全敗となる特定フロンの駆け込み受注で売り上げを伸ばし、1億5000万円を脱税したとする法人税法違反の罪で、東京都の化学製品加工販売会社が東京国税局から東京地方検察庁に告発されました。関係者によりますと、この会社はカーエアコンに使う特定フロンを仕入れて加工販売し、全廃を前にした駆け込み受注の急増や価格の高騰で急成長していました。先月行われた町議会議員選挙で大量の偽造投票用紙が見つかり、町議16人のうち半数の8人が逮捕された岡山県消牧町議会は自主解散することを決めました。この事件は先月8日に行われた選挙の開票作業中に、本物の投票用紙からコピーした偽造の投票用紙が合わせて122枚見つかったものです。大相撲の横綱貴乃花との結婚がスポーツ紙などで報道されたタレントの河野恵子さんが記者会見し、貴乃花とはいいお友達ですと語りました。この中で河野さんは、交際については2年前からと認めたものの、デートではなく他の友達と一緒に食事をしてカラオケに行く程度、私は貴乃花のファンの一人などと説明しました。変わって交通情報です。道路交通情報センターによりますと、まず中央道の下り高井戸で工事が行われている影響で、4号下りの永福まで渋滞が出ています。横羽の下りは浜川崎工事で1キロ、3号下りは青山トンネル工事で2キロ、7号下りは、小松川工事で2キロの渋滞です。3号下りは下尻から谷町まで自然渋滞、4号上りは三宅坂から赤坂トンネルまで2キロ渋滞が出ています。さて、関東各地、北部の山沿いを除いて晴れの天気が続きます。ただ明日の日中までは風が強く吹いて寒く感じるところが多くなりそうです。気温は今日と比べてあまり変化がないでしょう。気になるスギ花粉は飛散少ない見込みです。この時間は市川がお伝えしました。僕は学生になるべく研究するなと言ってるんだ。ノーベル賞受賞学者利根川進博士は語ります。面白いからってすぐ飛びついてちゃ、本当に大切な研究の前に一生が終わってしまうでしょ。本当に大切なものを見極める、インフラストラクチャーに取り組む久保田にとっても重要です。人の財産が地球の財産にもなるように。久保田、東京 FM ニュース、美しい日本を作ろう、株式会社久保田がお送りしました。